どうもー、みーつでございまーす。今回は登録販売者試験第3章070喉の漢方5つの覚え方プラス過去問ということで話していきまーす。僕のチャンネルなんですけども、まあこういう風にね、登録販売者の漢方について解説したりとかですね、資格について話しますとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、あ、みっちゃんもこんな頑張ってくれてるんだったら私も頑張ろうとか、なんかね、ついつい動画見ちゃうんだよねとか、そういう風にね、言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあ今ね、ちょっとずれてた、今ね、夜中の12時をちょっと回ってましてね、なるべく一気に話したいんですけども、ちょっとね、バテちゃったら、休憩ね、入れて動画をつないでいくということでね、よろしくお願いします。それで、主として、喉の痛みなどを、鎮めることを目的とし、咳や痰に対する効果を標榜しない、漢方処方製剤として、桔梗湯ですね。桔梗湯は、生薬の甘草を含みます。で、ちょっとね、復習していくと、まあこれね、まあ桔梗湯っていうぐらいだから、生薬のね、桔梗が、含まれていますと。それで、桔梗っていうのは、桔梗科の桔梗の根を起源とする生薬で、痰または痰を伴うね、咳に用いられますと。とかね、まあそんな感じですね。に用いられますということですね。で、覚え方はね、以前も出しましたけども、今、担当者は桔梗して咳にいませんということでね。まあここですね、痰。今、担当者は桔梗して、桔梗科の桔梗ですね。咳にいません。これ咳はちょっとね、今回追加したんですけども、これですね、咳。それでね、まあこれは覚え方はこれでいいんですけども、僕ね、お花ってあんまり詳しくなかったんですけども、今回ね、ちょっと桔梗の花っていうのをちょっと調べたんですよ。そうするとね、紫の花なんですよ、桔梗ってね。それで、これね、この喉のね、痛みに使われる漢方って、全部で5種類あるんですよ。まあ、4種類と言ってもね、いいと思うんですけども。でね、その喉の痛みに使われる漢方は、これですっていうね、覚え方をちょっと作ってるんですけども、その中でね、この、桔梗の花っていうのは、紫色なのでね、紫から、歌手のね、三輪明宏さん。まあ、あとね、他で言うと、オーラの泉っていうね、番組に江原博之さんとも出てましたよね。まあ、三輪明宏さんなんですけども、三輪さんはね、ちょっと桔梗の花っていうのは紫だねと。で、三輪明宏さんってね、結構紫の服着てることが多いんですよ。検索バーにね、三輪明宏紫の服とかってね、検索してもらうと、紫の服してる宮さんがね、こうポーンと出てくると思うんですね。思うのでね。それで、このね、桔梗の根という部分がありますよね。葉っぱだったりとかね。まあ、これいろいろあるじゃないですか。で、確かにね、ここまで覚えると大変なんですけども、ちょっとね、桔梗が出たら、紫の花っていうことで、そこからね、三輪明宏さんをちょっと連想してもらって、ねなんでね、ねえねえねえと、三輪さん、私の相談聞いてよということでね、桔梗が出たら、三輪さんをね、思い出して、ねえねえねえ、三輪さんと私の相談聞いてよというのもね、ちょっと頭に入れててもいいのかなというふうにね、こういうとこが出る場合もあるんでね、思います。次が、クフ、解毒さんですね。あとは、クフ、解毒湯。まあ、ここがね、酸なのか糖なのか。まあ、かける風っていうのがね、入ってるクフね。
まあそういうものなんだなということでいいと思うんですけども、すいません。これね、この空腹解毒湯の方は、令和2年度のね、南関東、まあ東京とかですね、この時の問題の、問70のね、B で出ていて、4択のうちの1個ですね。で、正しいですというね、問題として出ていたので、引っ掛け問題ではなかったんですけども、これはね、ちょっと出てるんだなということをね、ちょっと頭に入れておいていただいて、次がね、白虎か、人参等ですね。まあ、かっていうのは、加えるということでね、この、まあ、白虎と、まあ、人参がね、まあ、こう、合わさった、加わったものというね、ことでいいんですけども、これに関してはね、令和元年度の、南関東、まあ、東京などの、問い71、で、出ていて、まあ、これもね、丸の、問題だったということでね、まあ、こういうふうに、まあ、南関東で結構狙われてるのかなということをね、ちょっと、頭に入れておいていただいて、まあ、ただね、ここ自体がそんなにこう、なんていうのかな、品質問題ね、しょっちゅう出てくる問題ではないんですけども、次がね、強制破滴丸ですね。漢方薬ね。強制破滴丸。これに関しては、肝臓とね、大音を、含みますということでね、喉の漢方の中では、唯一ね、大音を、含むというね、こと、ここをちょっとね、押さえておいてください。まあ、あとね、他に関しては、全部ね、肝臓を含むんだよということですね。すいません。ちょっとね、水飲みながら行かせてくださいね。それでね、これ、今ね、喉の痛みの漢方をやったんですけども、これね、ちょっと最初にも言ったように、まあ、桔梗湯っていうのがね、出てましたから、桔梗はね、紫の花。三輪明宏さんを最初にイメージして、これね、三輪さんが、言っていたんですけどもね、これね、赤と、青を足すとね、紫になるんだよ、ということをね、言っていた。まあ、紫ってよくお寺さんとか行くとこう使ってたりしますよね。まあ、なんかそういうような話からもね、紫イコールちょっと三輪さんっていうのをね、イメージしていただいて、三輪さんがね、響く声で、風をかけると。三輪さんの声がね、みたいな感じですね。それで、三輪さんがね、大きな、白い虎に乗って、声を整えていると。まあそういうような三輪さん。みたいなね、感じですね。まあ三輪さんが、声をね、発声練習をしながら、整えているということでね。まあ、これが、なんでね、こういう覚え方になるかっていうと、まあ、この、桔梗湯のね、桔梗から、三輪さんをね、イメージしていただくと。あとは、でね、響く声で、強制破滴丸ですね。響く声、ありましたね。風をかける。三輪さんの声はね、とかけていくというような感じですね。空腹、解毒散、空腹、解毒湯ですね。風をかける。まあ、あとは、三輪さんはね、大きな白い虎に乗って、声を整えていました。とね、整えていましたというような部分ですね。これをちょっとね、イメージしていただくと、喉の痛み、そこからね、漢方をこうつなげることができるというね、桔梗湯からというような感じです。まあちょっと強引ではあるんでね、ちょっと何かしら1個でもね、ちょっと使えればいいのかなというふうに思いますね。それで、三輪さんはね、とても寛大な方だと。ちょっとね、僕が覚え方でね、使ったとしても、問題はないということでね、そういうところですね。で、寛大な方というところのね、肝から、肝臓、肝大の大、
大王ですね、これは。肝大っていうのは、肝臓の肝に、大王の大。で、ここのね、大にちょっとつなげて、大きな響く声、あーみたいなね、感じですね。これがなんでね、ちょっと こういうことをやっているかというと、これね、強制、破滴癌に関しては、大王を含んでいるということでね。それと、まあこのね、肝大の大、大王の大に、大きな響く声。だから、強制破滴癌には、大王を含むんだよというような部分ですね。まあこれはね、肝臓を含むよということでね、ここは同じですね。肝臓を含む医薬品に関するね、共通の注意点は、鎮外巨炭薬をね、参照して問題を作りますということでね。まあ、ご自身で勉強してたりね、僕の動画を見てれば大丈夫かと思います。それでですね、まあ、この前半の3つですね。これについてちょっと見ていくんですけども、気胸湯は、体力に関わらず、広く応用できます。喉が腫れて痛み、特に、咳が出るものの、扁桃炎、扁桃 周辺炎に、適しとされていますが、でね、まあ今から読むここはね、白虎か、人参湯以外はね、全部これ同じことが書かれているんですけども、胃腸が弱く、下痢しやすい人では、食欲不振、胃部、不快感などの副作用が現れやすいなど、不向きとされるというんですね、気胸湯。まあ、ここはね、あんまり見分けつかないんですよ、他のと。それで、2および3ですね。まあ、これはもう一括りでいいと思うんですけども、体力にかかわらず、喉が腫れて痛む、扁桃炎、扁桃周辺炎に、適しとされるが、ここはね、ちょっとポイントですね。体の、虚弱な人。括弧してね、体力の衰えている人、体の弱い人。大丈夫ですね。体の虚弱な人って僕言いましたよね。大丈夫ですね。でね、またここ。ここはまた同じなんでね。白虎か、人参湯以外は同じなんでね。あんまりちょっと見分けはつかないねと。まあ、胃腸が弱く、下痢しやすい人では、食欲不振、胃部不快感などの副作用が現れやすいなど、不向きとされるという部分なんですけども、これね、駆風解毒散と駆風解毒湯はね、体の虚弱なというのが入っていると。それで、この二つはね、水または、ぬるま湯に溶かして、うがいしながら、少しずつ、ゆっくり服用するのを、特徴とし、駆風解毒湯の、トローチ剤も、あります。ということです。まあ、これに関しては、体のね、虚弱な人がダメっていうのがあったじゃないですか。だから覚え方ね、体がね、弱い人が、ダメだったり、飲み方にね、工夫必要と。工夫、解毒湯とね、工夫解毒散なんで、工夫が必要ということでね、こういう形でね、ちょっと覚えてみてください。使える方はね。まずね、全体として、喉の痛みの漢方はこれだよということでね、そこまでね、違う種類の漢方を入れて、ごちゃごちゃにするっていう問題は少ないとは思うんですけども、まあ、ちょっとね、三輪明宏さんに登場していただいて、まずね、5つぐるっと、まず、カテゴリーをきちっとね、他のと区別してやった上で、今ね、個別にちょっと見ていっているというような感じですね。でね、今説明した3つですね、いずれも、短期間の使用に限られるものではないが、5から6回服用しても、症状の改善が見られない場合には、扁桃炎や、扁桃周辺炎から、細菌等の、
二次感染を生じている可能性もあるので、特にね、高熱を伴う場合ですね。漫然と使用を継続せずに、一旦使用を中止して、医師の診療を受けるなどの対応が必要です。ということですね。次がですね、白虎か人参湯ですね。ちょっとね、水飲みながらいきますね。でね、これは、これもですね、肝臓を含むと。まあ、これ全部ね、肝臓を含むんですけども、今回紹介してるね。で、これね、白虎か人参湯のね、特徴っていうのが、まあ、特にポイントっていうのがあって、これね、体力中等度以上でというところで、まあ、この下もポイントなんですけども、これね、他に関しては、体力に関わらないって書いてあるんですよ。だからね、これに関しては、体力中等度以上で、ここは特にポイントですけども、熱感と、口渇が強いものの、喉の渇き、ほてり、湿疹、皮膚炎、皮膚のかゆみに、適出とされるが、さっきも出ましたけども、体の虚弱な人、胃腸虚弱で、冷え性の人では、まあ、特にね、虚弱はさっき出ましたけども、冷え性っていうのは初めてですよね。まあ、ここ特にポイントですね。冷え性の人では、食欲不振、胃部不快感などの副作用が現れやすいなど、不向きとされるということですね。まあ、テキストね、見ながら多分聞いてくれてるとは思うんですけども、まあ、ここね、冷え性の人ではというね、まあ、胃腸虚弱で、冷え性の人ではというところとね、体力中等度以上で、熱感と口渇が強いものの、喉の渇きと、まあ、この辺もちょっとなんか特徴的ですよね。もうちょっといきますね。比較的長期間、1ヶ月くらい服用されることがあり、その場合に共通するね、注意点は、漢方処方製剤、まあ、漢方早漏みたいなやつですね。これを参照してね、問題を作りますと。で、これね、覚え方をね、出していくと、白い虎にね、立ち向かうには、怖いですよね、白い虎。立ち向かうには、普通以上じゃないと、できないと。だから、白虎か人参湯は、体力中等度以上じゃないと、できないと。体力に関わらない。まあね、誰でもいい。そんなわけにいかないと。白い虎に立ち向かっていくんだから、普通以上のね、勇気がないと、できないねと。まあこれがね、覚え方の一段階目ですね。それで、白い虎をね、目の前にして、怖いですよね。熱が入る。まあ、気合が入りますよね。ブルブルブルと身震いすると。それで、口が、口渇がね、強くなると。僕もね、一生懸命、話すと口が乾いてきて、水を飲みたくなりますよね。口渇が強くなると。だから、体がね、弱かったりとか、寒気がしてね、震える、ような人はね、白い虎には、戦えないよね、ということでね。これは、体の虚弱な人とかね、胃腸虚弱で、冷え性の人はね、まあ、食欲不振とか、胃部不快感などのね、副作用が現れやすいので、向かないよ、ということをね、さっき話していたので、こういうようなね、ちょっと白い虎を目の前にしてるということをね、ちょっとイメージしてみてください。最後が、強制破滴丸ですね。これも、肝臓を含むということですね。あ、これはね、ごめんなさい。肝臓と、ごめんなさいね。大王ですね。肝臓と、大王を含むということですね。ごめんなさいね。ちょっとね、こちらの方ね、白虎か人参湯の方にね、ちょっと間違ってやってたんで、これですね。ごめんなさい。強制破滴丸は、肝臓と、大王を、含むと。体力に関わらず、広く、応用できますと。強制破滴丸は、
体力に関わらず、広く応用できる。でね、違ってたのは体力中等度以上で、熱感と狡猾が強いうんぬんかんぬんは、白虎か人参刀でしたよね。白い虎をね、目の前にして、普通の人じゃできないということですね。強制破敵眼の方は、肝臓と大王は、含むんだけど、唯一ね、今回の中で大王は含むんだけど、体力に関わらず、広く、応用できる。ただ、しわがれ声、ね、これちょっと特徴的ですよね。あんまり出てこないですよね。あとは、咽頭ね、不快に、適しますと。まあ、ここはね、同じですね。強制破敵眼も、胃腸が弱く、下痢しやすい人では、食欲不振、胃部不快感などの副作用が現れやすいなど、不向きとされると。まあ、あんまりここじゃ見分けつかないねと。ただね、しわがれ声、これ結構ポイントだよねということですね。なお、短期間の使用に限られるものではないが、漫然と使用を継続は避け、5から6日間使っても、症状の改善がね、見られない場合には、一旦ね、使用をやめて、専門家にね、相談した方がいいよということですね。でね、まあ、大王っていうのはね、その、まあ、下剤の方ですよね。だから、まあ、腸の薬、まあ、これもね、関連してるよという部分なんですけども、これね、覚え方、しわがれ声のね、寛大な美輪さんが、声をね、響かせて、改善させるということでね、これに関してはですね、まあ、その、一番最初のね、覚え方で、美輪さんを出しましたけどもね、まあ、だから、あーっていうことでね、その、調子が悪い、なんか、あー、あんま出ないな、みたいな美輪さんがね、あーってこう、やっていくことによって、こうね、声を響かせて、改善させているんだよということでね、まあ、寛大な、美輪さんがということでね、ここで、肝臓とね、大王を、含むんだよということでね。まあ、なんていうのかな、その美輪さんにね、登場してもらって、まあ僕がね、あーって声を出しているので、もちろんね、気境灯から入って、気境はね、花が紫だから、美輪さんを連想すると。まああとね、根の部分を使うんでね、ねえねえねえ美輪さんと。根の部分使うんだな。気境のね、生薬の気境は、根の部分を使うんだなっていうところからね。最終的には、まあ、白い虎に乗ってるとかね。美輪さんの声はね、風をかけるとかありましたけども、最終的にはね、あーというね、ちょっと声を、イメージしていただいてね。で、これなんで声を出してるかっていうと、しわがれ声をね、改善させるためにやっているんだという部分をね、ちょっとこう、覚えておいてください。だから、気境から入ってね、その、声が、風をかけていくとかね、白い虎とかが出て、最終的には声で行くと。気境から入って、声で行くと。まあ、これをね、ちょっと、頭にね、イメージしてみてください。まあ、あとはね、復習ですよね。まあ、この辺はね、どういう流れだったかということをね、ちょっと言っているという部分なんで、まあこれはね、最初の部分と同じなんでね、まずカテゴリー分けをして、喉の痛みのね、漢方っていうのは、この5つなんだよというね、ことを、まずきちっとね、分けてから、個別のね、部分を、見ていったということでね、これで、まあ、復習もね、兼ねて、ちょっとスライドを見ていきましたけども、まあ、こんな感じでね、ちょっと、少しでもね、まあ、一個でもちょっと、使えるのがあればね、何かしら吸収してもらえればいいのかなというふうに思います。それじゃあね、過去問ちょっと一問だけなんですけども、やっていきますので、これはね、割とがっつりこの部分が出てる問題なんですよ。だからまあ、あんまり出てないのは間違いないんですけども、
ちょっとね、がっつり出ていたこともありますし、ちょっとね、戻っていくと。このね、南関東については、これがね、まあ、丸の選択肢なんで引っ掛けではないんですけども、ちょっと出ていたということもね、ちょっと押さえておいてください。それじゃあね、過去問をやっていきます。僕はね、ちょっともう12時過ぎてるんでね、1時近いんで夜中の。ちょっと今日は一旦寝て、過去問はちょっと明日やりたいと思います。それじゃあね、過去問を1問だけやります。おやすみなさい。すいません。はい。それじゃあ過去問をやっていきます。これはですね、平成30年度の京都、近畿5県の問題ですね。まあ、今回はちょっと、これしかやっていかないんですけども、まあ、過去にね、他、出てたっていうのはちょっとこっちの方で説明したんでね、そこのところはちょっとチェックしててほしいんですけども、口腔咽喉薬及び、うがい薬、含草薬に、配合される、消薬成分及び、漢方処方製剤に関するね、記述について、間違っているものはどれかという問題ですね。1が、ラタニアは、クラメリア科の、クラメリア、トリアンドラ及び、その、同属植物の、根を、起源とする生薬で、咽頭粘膜を、引き締める、修練作用により、炎症の緩解を促す効果を、期待して用いられるということなんですけども、これね、ちょっとまあ、今回はちょっと生薬をやってないんですけどもね、この、ラタニアっていうのはね、この何かの何っていう部分と、作用の部分ね、まあ、あと根の部分とかね、まあ、覚えられればいいと思うんですけども、こういうので合ってるかっていうのがね、思い出せるというかね、わかりますかね。これはね、こっちですね。ちょっと、古いね、僕の動画。まあ、文字もね、こんな感じでちょっと、見づらいと思うんですけど、今回ね、ちょっと解説するとこだけはちょっと、色を変えてね、文字をちょっと、こう、大きくしたんですけども、これね、もう一回ちょっと読んでいくと、ラタニアは、クラメリア科の、クラメリア、トリアンドラ、および、その同属植物の根を起源とする生薬で、咽頭粘膜を引き締める、修練作用により、炎症の緩解を促す効果を期待して、用いられるということね。まあ、完治。もうね、完璧に治ったよという状態ではないんですけどもね。緩解を促す効果を期待して、用いられるということでね。正しいんですけども、これの覚え方がね、ラザニア比べても、どっちも美味しそうで、公園でね、ごくりと、唾を飲むということでね。まあ、この辺はね、ちょっと、まあ、抗炎症作用とかね、まあ、炎症のまあ、緩解をね、抑える、促すとか、その辺がね、ちょっと、ラタニアとまあ、ラザニアをね、あとは、比べてもっていうのね、クラメリアっていうね、部分をちょっとやってるのでね。この辺はちょっとね、別の動画でやってるんですけどもね、正しいということですね。まあね、あんまり僕の動画見てない方は、過去の動画ね、ちょっとカラーじゃなくて、見づらいのもあるんですけども、まあ結構ね、いい覚え方も出してるので、よかったらね、そっちもちょっと、チェックしてみてください。まああとね、余裕があれば、直していきたいと思ってるのでね。2番が、クフゲドク酸。および、クフ解毒湯は、体力に関わらず、喉が腫れて痛む、扁桃炎、扁桃周辺炎に、適すとされるということなんですけども、これはね、どうだったかなっていうと、まあそもそもね、この、まあ喉の、痛みに対する漢方っていうのは、まず桔梗湯から始まってね、桔梗湯で、桔梗の花は紫だなという部分でね、ちょっと三輪明宏さんを、思い出していただくというね、ところが、スタートではあるんですけども、まああとね、今担当者は、桔梗して、席にいませんと。まあだからね、今担当の三輪はでもいいかもしれないですね。まあ三輪はっていうと失礼だから、三輪さんはでもいいかもしれないですね。それでちょっとね、見ていくと、まあこれね、
ちょっと試験にも、出てましたねとか、そんな感じで話してたんですけども、まあこんな感じね。まずね、美輪さんをイメージして、こういうようなね、覚え方があるねという部分をね、ちょっとやっていたんですけども、じゃあね、個別のね、まあ、桔梗糖の方なんでね、ちょっといきますね。クフ解毒散及び、クフ解毒湯はね、体力に関わらず、喉が腫れて痛む、扁桃炎、扁桃周辺炎に、適すと。まあ、ここは、合ってるんでね。丸。まあ、これは丸でいいんですけども、まあ、あんまりね、これ以上は質問は聞いて、試験はね、聞いてないんですけども、これね、体の虚弱な人ね、かっこして体力の衰えてる人とか、体の弱い人とかね。まあ、あとこの辺。まあ、この辺はね、白虎か人参湯以外は、今回の全部同じなんですけどね。まあ、こういう方は不向きっていう。まあ、ここもね、ちょっと出ていたので。まあ、あと飲み方もちょっと特徴的でしたよね。クフ解毒散及び、クフ解毒湯の部分でね、水、または、ぬるま湯に、溶かして、うがいしながら、少しずつ、ゆっくり服用するのを特徴としガラガラガラってやつですね。ですね。そんな感じですね。クフ解毒湯のトローチ剤もあるっていうことで、まあ、この辺もね、ちょっと今後試験に出る可能性もちょっとあるのかなと思うんでね。まあ、ちょっと頭の片隅に入れててもいいのかなと思うんですけども、体が弱い人がね、ダメだったりとか、飲み方にね、ちょっと珍しいですよね、この辺。工夫が必要と。クフ解毒散はね、工夫が必要というところで、ここもね、ちょっと合わせて、押さえておいてください。次が、白虎か人参湯ですね。白虎か人参湯は、虚弱で、熱感と、狡猾が強いものの、喉の渇き、ほてり、湿疹、皮膚炎、皮膚のかゆみに、適すとされるということなんですけども、これはね、どうだったか覚えてますかね。これはね、多分この下じゃないかな。ちょっとね、いきますね。ちょっとね、スライドしていくと、出てきましたね。これはどうだったかっていうとね、これ特にポイントっていうところがあって、白虎か人参湯はね、今回説明した中で唯一ね、体力中等度以上でという部分が、出てきてましたよね。他の、桔梗湯とかね、強制破滴丸、クフ解毒散、またはクフ解毒湯に関しては、体力に関わらないというところがあるんですけども、白虎か人参湯は、体力中等度以上で、さらに、熱感と、狡猾が強いものの、喉の渇きということでね。まあ、あとこの辺は同じですね。試験問題とね。だから、ここですね。虚弱でじゃないので、これ自体はね、ごめんなさいね。試験としては、罰ということなんですけども、これね、ちょっと注意しなきゃいけないのが、誤ってるものはどれかなんでね。これ正しいから、違うっていう意味でね、これ丸じゃないですね。罰ですね。ごめんなさいね。だから、間違ってるのはね、3番ということでね。まあ、これということで。ぜひね、僕もちょっと解説しながらね、ちょっと丸、うっかりとつけちゃってるんで、ぜひね、注意してみてください。それでですね、あとね、白虎か人参湯は、冷え性の人ね、体の虚弱な人だけじゃなくて、胃腸虚弱でね、冷え性の人では、不向き。この辺ね。こういう副作用がある。ここもちょっとポイントでしたよね。なので、まあね、あとここもちょっと、読んどきますか。白虎か人参湯は、比較的長期間、1ヶ月くらい、服用されることがあり、その場合に、共通する、留意点に関する問題は、漢方処方製剤。まあ、漢方総論ですね。これを、参照して、問題を作るよ、ということでね。覚え方が、白い虎にね、立ち向かうには、普通じゃね、できないよね、と怖くて。だから、体力に関わらない。誰でもできることじゃないよね、と。だから、まあ、体力中等度以上。まあ、少なくてもね、まあ、普通以上の勇気がないと、白い虎にはね、まず立ち向かえないね、と。その上でね、白い虎を目の前にしたら、
まあね、怖いから、まあ気合が入ってね、熱が入る。で、熱が入ってくるとね、その、まあ口が乾いてきますよね。口角が、強くなる。さらにね、白い虎に対しては、体が弱かったり、うわ、怖いよと、寒気がね、して震えるような、人っていうのは、戦えないよねと。まあこういう部分もね、あるということで、これがね、誤りということで、罰なんだけど、丸ってやつですね。誤ってるのどれかと。で、もう一個だけ見ていくと、強制破滴眼は、体力に関わらず、しわがれ声、咽頭不快に、テキストされるということなんですけども、これね、今回のその漢方に関しては、桔梗湯からね、桔梗っていうのは、紫の花でね、まあそこから三輪さんを、連想するという部分と、あと三輪さんがね、そのまあ白い虎に乗って発声練習をしてね、みたいな感じですね。で、最後で、で声で抜けていくっていうことで、最終的にね、桔梗湯から始まって、強制破滴眼で終わるみたいなね、ちょっとイメージを持つといいと思うんですよ。だから、まあ、三輪さんは寛大だの大にかけて、大きな響く声ということでね、大ですね。っていうのをちょっとやってましたよねと。それで、まあ、声で抜けていくっていうことで、このね、うまく声が出てなかった三輪さんがね、最終的にはこの大きな声を、とね、響かして、これがね、しわがれ声じゃなくて、まあ、ちゃんと出るようになったんだよというところをね、ちょっと押さえておくというような感じなので、これに関してはね、丸だから、×とね、いうなんか変な全問答みたいな話になってますけども、まあ、だから、答えはね、3番ということで、ですね、ここですね。三輪さんがね、最終的には、声がね、しわがれ声が出るようになったという部分ですね。まあ、あとね、そこの、最後の部分が、まあ、ここですね。三輪さんはね、寛大な方っていうところで、肝臓ね。で、大にかけて大きな響く声。だから、強制破滴眼は、大王も含むよと。あと、他のものに関してもね、桔梗と、強制破滴眼含めて、工夫解毒3、工夫解毒と、白虎か人参と、これも、肝臓を含むよということですね。今回はね、こんな感じで、ちょっとね、過去問、1問だけでしたけども、結構ね、漢方やるとですね、時間がちょっとかかっちゃうし、作るのが大変なんですね。確かにね、これだけ覚えるんだったら、できると思うんですけども、まあ、なかなかね、いろいろ覚えなきゃいけないことがあって、その中で漢方を持ってなるとね、忘れてしまうというところもあると思うんでね、ぜひ、ストーリーでね、全部ストーリーを覚えていくのは難しいと思うんで、ぜひですね、今回のも頻度としては少ないですけども、どこかね、頭の片隅に、残ってて、試験問題がね、1問でも当たれば、幸いでございます。それじゃあね、またお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。そのうちね、ちょっと漢方も、余裕があればまた出していきたいと思います。完璧じゃないですけどね、どこか参考にしてください。バイバーイ。